サウンドロケス TV 工事隊長でございます。皆さん、ここで皆さんに質問です。たくさん美味しいものを食べてますか？私ね、美味しいもの大好きでございまして、皆さんもね、きっと美味しいものをたくさん食べて、大きくなっちゃったんじゃねえのかななんて思ってるんですけども、20歳の時にですね、体重53キロでございましたが、現在73キロ超えております。なんて言うんですかね、仕方がないことですよね。代謝落ちますし、普通に生活してるだけだと太ってっちゃうっていうのは、これはもう仕方がないことかなと思っているんですけれども、人によってはね、太らない体質の方とかもいらっしゃると思いますが、大体中年男性なんつってね、聞くと、大体お腹がぽっこり出ててとか、太っちゃってとか、そういうのがイメージとして浮かぶと思うんですけれども、これことミュージシャンということに関しますと、ロックミュージシャンに関しますとですね、あまりちょっと太ってしまうのはどうかなっていうところは私少し思っているんですね。私のことは棚の上の方の上の方のさらに上の方にあげますが、できればほっそりしてる方がロックスターかなーみたいな気はするんですけれども、どうしても太ってしまったとか大きくなってしまったって人はいらっしゃるわけでしてですね、今日このご紹介する4名ほど、有名なんでね、皆様その変化にはお気づきかと思いますが、改めてここでちょっと見てみようかなっていうね、全然知らない人からしたら本当びっくりしちゃうような変化なんで、どんな風に変わっちゃったのかっていうね、いっぱい食べちゃっていっぱい飲んじゃったんだろうな、でも酒も飲みたいんですけどね、その辺ちょっとご覧になっていただければなと思います。これを見てですね、よし、俺も今日からダイエットしようみたいに思うのもいいのかなと思いますので、とか言いながらね、お酒でも飲みながら、ゆるい感じで、最後までご覧になってください。最初にまずご紹介する人はこちらですね、ザック・ワイルドさんね。大きくなりました。俺的にはね、太ったっていうよりかはでっかくなったなっていうイメージです。ある意味理想的なんじゃねえのかなって。ぼよよーんとしているよりは、どちらかというと、もう筋肉がすごいあって、腕とか丸太みたいになってますけれども、ある意味メタルだったら、こっちの方がいいんじゃねっていうね、気もしないでもないというか。ただザックさん若い頃これですから、この美少年っていうんですかね、金髪のね、それが、プロレスラーのようになったっていうところで、全くの別人になったというね、ある意味その今の見た目の方がより激しく見えますけれども、そういう意味ではね、そうね、太ったっていう感じはだからしないですよね。巨大になったっていうね。あとね、でも俺的にはかっこよくなったんじゃないかなって思う。逆にね、自分がよく分かってるというか、見せ方がよく分かってるというか、ヒゲもね、このバーッとヒゲ伸ばして、メタル界のね、ギタリストとしてはね、全然ありな感じかなと思います。で、本人も多分、痩せる気なんかさらさらないでしょうし、むしろ俺どんどんでっかくなっちゃうからよ、みたいな感じにもちょっと見受けられるので、これはこれで十分ありかなと思います。続きましてですね、イングベイ・マルンスティン、インギーですね。これは大変申し訳ないんですけど、太ったかなーみたいなね、感じに見えちゃいますね。やっぱ昔細いから、昔これですけれども、比べちゃいけないのは、俺も分かっているんですが、ちょっと太ったかなっていうのは、やっぱりね、見えますね。ただ、これザック・ワイルドと全然違うところは、インギーは、インギーだなっていう感じ。そういう風に見えますよね。だから別にお金がいっぱい入ってふくよかになったインギーですって言えば別に通っちゃうんじゃねえのみたいなね、そんな感じには見えますね。メタルに限らずね、いろんな、年齢が重ねてったギタリストさんとかも結構ふくよかな方多いじゃないですか。そういう意味では全然ありなのかななんて思いますね。こっちで見慣れちゃったっていうのもあるけれども、だから全然ありだと私は思っております。続きまして、こちら、ビンス・ニールさんね、
いいですか、正直言って。これはびっくりした。うん。これはすげえびっくりした。え？ビンスニールなのこれ？っていうね。はい。若い頃こちらでございますが。うん、ねえ。まあ、こちらもまあ金髪でね。まあ、かっこいい。ねえ、もうボーカリストですし、まあ当然ね、まあバンドの顔ですから、心がこちらのね、こういう風になっちゃうと、それはちょっと、いくらなんでもね、まあ衝撃的だったし、何よりも一番最初に見た時に、体大丈夫なのかなって、要するに病気とかね、うん、そっちを心配しちゃいましたね。皆さんもそうだと思いますけども、まあ年齢重ねていくとね、久しぶりに会った人とか、まず一番最初に、体の調子どうだってやっぱ聞くでしょ。まあ、ビンス・ニールを見ても、いや、ちょっとこれ大丈夫かよって。まず最初にそれが来たね。それで、いや、ビンス、っていうね。太っちゃったから驚いたってなりますけど、最初にやっぱ見て、いや、これ絶対病気でしょって思っちゃうよね。これだと、ここまで太っちゃうとね。外国の方ってね、結構もう本当にドーンと大きくなっちゃう人もいるんで、まあまさにそういう感じなのかな、ビンス・ニールはと思いましたけれども、ちょっとね、特にお腹ね、やばいですよね、このお腹は。まあ私もお腹のことは言いませんが、ビンスのお腹を見ると安心しちゃう。まあこれディスってないですよ。心配してるんです、私はね。はい。ただね、まあこれも不思議なもんで、さっきのね、インギーもそうですけれども、このビンス・ニールも、だからって、ビンス・ニールなんだよね、これ。ザック・ワイルドみたいな別人感がないっていうか、ビンス・ニールなんですよ。まあそういう点ではやっぱりすげえなっていうのと、もうでも本当にもう気持ちいい、体のために痩せた方がいいんじゃねとは思いますけれども。はい。そして4人目。まあ、皆様もね、この画像もよくご覧になったかもしれませんが、アクセル・ローズ。こちらでございます。これちょっとでもね、まあ、悪意があるっていうかさ、まあ、ボーカリストなんでね、まあ、太ったのは太ったと思いますけど、ボーカリストなんで、やっぱこう、鬼の形相じゃないですけど、顔の表情っていうのは非常に出やすいので、そういう意味ではちょっと、すげえとこ抜かれてんなとは思いますけれども、まあまあ、ぶっちゃけまあ見たときはびっくりしたけどね。あとやっぱこれね、ヒゲにも問題あるんじゃねえのかなって。このヒゲの形ね。で、あとまあ、こう、髪の毛がこういう風になっちゃってるっていうのもあって、余計にこう、昔のね、こうサラサラヘアーのね、こうちょっと踊りながら歌ってるアクセル・ローズさんから考えたら想像つかないぐらい違いますけれども、ちょっとこの写真はね、まあ他の写真見てみると、まあ当然太ったのはわかるんだけど、ちょっとザック寄りみたいにこう鍛えれば違うんじゃないのかなって気がしますよね。外人さんとか筋肉とかも T シャツとかほらパンパンになっちゃう人とかいるじゃないですか。鍛えすぎちゃって。腕太くなりすぎちゃって。ああいう系にしていけば平気なのかなと思いますけど、まあ昔のほっそりしたのを、まあ知ってる俺からすると、まあびっくりはまあしましたけれどもね。まあ私もですね、まあ二十歳の時は53キロ。で、今55歳で73キロ超えているということで、20キロ太っておりますが、まあさすがに俺もやばいと思って、まあこの撮影のですね、まあ1週間くらい前から生まれて初めて、ダイエットをスタートいたしました。はい。まあでもね、俺のやってるダイエットはそんなに大変なダイエットじゃなくて、16時間、断食するっていうやつね。でね、俺昔禁煙もしたことあったんですけど、それも一発で俺やめられたんだけど、前はね、2箱ぐらいタバコ吸ってましたけれども、1日にね。タバコをね、禁煙できた理由っていうのは、タバコってこう、やめようと思ったらまあ吸わないじゃないですか。吸う行為がないじゃないですか。で、まあなんとかこう、まああとは気合だったんですけど、やめられたんですけど、食べるのって、途中でやめるとか量を少なくするってすげえ大変だと思ったんですよ。俺はタバコはやめちゃえばもう見なきゃいい、一切手をつけなければいい、それを一日一日頑張っていけばいいみたいな感じだったんですけども、食うのはさ、途中でやめろとか言われてもちょっとねっていうのがあったんで、ずーっとできなかったんですよ。多分だって美味しいラーメン途中で食べるのはやめられます？無理っすよね。少ない量で出されたらさ、いや、おかわりって言っちゃうじゃないですか、美味しかった。だから俺的には無理だと思ったんですけど、今やってるこの16時間の断食っていうのは、まあ16時間はもう食うなと、まあ、水とお茶とコーヒーはいいです。俺コーヒー飲まないんで水かお茶はいいと、まあじゃあ朝飯抜けばいいんじゃねっていうところでやって、まあ、1週間やったんですけど、お腹はもちろん空くんですけど、まあこれはやれるかなみたいな感じで今頑張ってやっております。はい。
やり始めた時にあの体重計に電池が入ってなくてですね、昨日、まあ、電池を入れてですね、測って今朝も測ったら 700g 減ってましただから最初から1週間経ってるから最初がどのぐらいだったか分かんないし、どのぐらい減ったのか分かんないけど、まあ若干ですけど、まあ自分でこう鏡を見た時に、あ、ちょっとまあシュッとしたかなとか、お腹もあれ少しへこんだかなみたいな、あ、すごいんですよ俺の腹は、すごいんですけど、あの横綱があの大関ぐらいになったかなぐらいな感じのお腹になってきたんで、まあね、あの次に収録するときは小結びぐらいを目指して頑張っていこうかなと思ってるんですけれども、はい、皆様もね、まあ、美味しいご飯たくさん食べて、美味しいお酒もたくさん飲んで、あのそれはそれでいいと思うんですけれども、まあ、体にだけは気をつけていただいてですね、病気にならないように、病気になっちゃったら元も子もないんでね、痩せるもクソもないんで、まあ、そういう風に過ごしていただけたらなっていうね、あのろくにダイエットもできない私が言うと説得力全くないですけれども、はい、皆さん一緒に頑張っていきましょうね、はい、本日は以上でございます。面白かったなとか、また見てもいいよという方はですね、チャンネルの登録をしていただけると非常に嬉しいです。いいねやコメントもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、またね。